どうも皆さんこんにちは、エルザレットです。今回は武器変更って難しい、光栄武器にコンバートするときに気をつけたい注意点となります。スプラをしていると一つの武器に固定になりがちですが、環境の変化や武器の追加によって変化をつけたいことはありますよね。前衛が辛い環境だと中後衛寄りの武器を持ってみたり、その逆もあると思います。そこで今回は前衛武器から後衛武器にうまく切り替えるために注意したことをまとめたいと思います。コンバート中心の話になりますが、後衛の基本的な話もしていきますので、使いたての方に参考になれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に注意したのはルール関与の考え方でした。そもそも武器が変わるとなると立ち位置が違いますからね。前衛よりも周りが見える位置になることが多いので、ルール関与をすることを意識して行動していました。理由はタイミングが測りやすいっていうのもありますが、ルール関与するための切り力に差があるからです。前衛の時はオブジェクトの周りにいる敵を倒してそのままルール関与をするという強引なことが多少は可能です。ですが後衛となるとそもそものごまかしが効きません。そのため関与するための状況を作ることが難しくなっています。単純に当てれればいいじゃないかと思うかもですが、距離が離れれば離れるほど当て感は難しいですからね。たまたま初動で当てれたとしても5分間も一角を取り続けるっていうのはかなりの至難の技ですからね。そのためにもキルが取れなくても最大限行動としてできるルール関与を徹底したというわけです。カウントが1でも勝っていれば勝ちですからね。特にスプラ3は評価制度もあるので、バンカラの時は大事な評価点になります。またルール関与をしていると敵が止めに来るので炙り出しができます。デスするリスクもありますが、味方と連携を取ってキルが取れれば試合を有利に運べるので大事な行動になります。前衛はルール関与してる暇がない人が多いですからね。後衛としてルール関与しながら貢献するのはありです。ただここで下がりすぎていたりすると味方負担になるので、多少はキルも狙っていくっていうのも大事かと思います。続いて意識したことはカバーラインの位置です。これはどこまで味方を援護できるかの範囲ですね。後衛武器を使っていて特に大変だったのが、どこまで前に出て攻撃をするかという点です。ルール関与するだけならオブジェクトのちょっと後ろでいいですが、それだと味方のカバーはできません。最悪の場合味方を見殺しにしてしまう可能性もあります。そうなると試合の状況は悪くなるので避けたい状況です。これを改善するために考えたのがカバーラインの位置になるわけです。不用意な前進と後退を防ぐためのルールですね。わかりやすい行動としてはポジションの確保になります。その場所から攻撃が届くところかカバー位置となるわけです。実際のところこの行動ができるかどうかは後衛の強気なメンタル次第だと思っています。安定を取りすぎてポジション取りやカバーが遅れると味方はデスしますし、ポジションも取れません。状況が悪くなるんですよね。どうせ状況が悪くなるなら攻めた行動をして悪くなった方が経験値がたまります。その経験のことも考えるとカバーラインの位置に注意することはとても大事な要素だと言えます。負けた試合はどうしてもカバーラインの位置が悪いですからね。気をつけたいポイントです。続いては手数で押し切るという点です。トライストリンガーならではでもありますが、後衛は手数が大事だと思います。理由としては一角武器のチャージャーやトライストリンガーは当てなければ脅威ではありません。10秒間粘って外した場合、その10秒が無駄になります。ですが10秒間攻撃をし続けていた場合、敵は行動を制限されます。同じ倒せないにしても敵の行動として結果が変わるんですよね。なんなら外した時に味方がやられてる可能性もあります。武器を変えた時というのは誰も最初から全弾当てれるということはありません。またドラッグショットなど難しいです。そういったかっこいいキルに憧れはしていますが、試合に勝つことを最優先に考えるのであれば手数の意識は大事だと思います。また手数が多いと相手の行動の制限だけでなく攻撃回数から自分の経験値が溜まっていきます。
この経験値が溜まっていくと後々しっかりとエイムが培われていきますので、その点でも手数は大事にしたいところですね。攻撃してこない声なんて脅威ではないですから、しっかり相手に圧を与えていきましょう。続いてはポジションの抑えです。攻撃をしている時に意識したいのは敵陣の有利ポジを抑え切ることです。前衛の時は前に押し上げつつ敵を足止めすることが求められますが、攻撃の場合はその前衛をカバーする必要があります。そのためには攻撃が敵陣の有利ポジを抑え、そこから味方を援護する必要があります。相手の攻撃を抑えるだけでも前衛は動きやすくなりますからね。また攻撃がキルするためには自陣で待っているよりも敵陣のポジションから一方的に攻撃した方がキルが取れます。抑え込みの形が取れるんですよね。この方が勝ってカウントを進めやすくなりますので、勝率が上がりやすくなります。ポジションを抑えておくと敵の兵と集めるきっかけにもなります。味方に攻撃が集まりにくくなるんですよね。自分の生存率は下がるかもですが、カウントは大きく進む可能性もあるので大事になるところだと思います。特に逆転を狙うときは思い切って押し込むということが必要だったりもしますので、敵ポジションを意識するのは重要なことかと思います。最後は逃げのためのキャラコンです。攻撃をする上ではキャラコンは前衛よりもさらに大事と思っています。前衛に関しては連射性能が高いため逃げるための足場を作ることが可能です。一方後衛は塗りが弱いため判断力がいります。ですが前衛から後衛になりたての時は判断力は鈍りやすいものです。判断力があったとしても逃げのは勝手悪さもあります。そのため少ないインク量や足場で生存ができるキャラコンが必要になるわけです。逃げる場面というのは相手の前衛が押し込んでくるタイミングですからね。正確なキャラコンが要求されます。また後衛はデスをしてしまうと試合の逆転を与えるきっかけになることが多いため、デスすることが許されません。この点を踏まえた上で生存率を上げることを考えると、単純なキャラコンが大事になるわけです。キャラコンといっても最低限の塗りで移動できたり、イカロールでダメージを抑えたり、いろいろあります。後衛武器で前衛並みのキャラコンができれば、詰められても生存する確率が上がりやすくなるので、練習はおすすめかと思います。いざという時逃げ切れるのは本当強いですからね。はい、ということで今回ここまでとなります。武器変更って難しい？後衛武器にコンバートするときに気をつけたい注意点はいかがでしたでしょうか？後衛武器を使えるとかっこいいなと思える武器ですが、前衛から変えた場合かなり大変です。攻撃を通すのも一苦労ですからね。ですが後衛ならではの利点を抑えた上で動きを考えれれば、切り替えたとしても有利に進められます。キルができるできないはもちろんありますが、エイムは数をこなしてからですので、立ち回りと思考でカバーしていくのが一番いいのではと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。